ました。これはジャイアントイルムス。また正体不明の状態ですが、ここで出てくるジャイアントイルムズはやばいのよね。名前忘れちゃったけど、金切り声を上げるんだ確か。なので攻略法はサイレンスを唱えるといいと思います。ジョンブレス呪文、スリープは効かないかな。まあブレスでも唱えておきましょう。隠れる。はい、あっとフェアリーにダメージ。頭に9か。結構きついね。普通の攻撃でも結構高いダメージを与えてくるので、サイレンスで封じたからといって安心はできない。効き目ないじゃん。3対中2対沈黙。きた、金切り声。金切り声はサイレンスで封じれるはずなんだけれど、最初の封じきれなかった1体のジャイアントイルムズが金切り声を上げたような感じだね。痛い、結構痛いのでサイレンスもう一回唱えます。ただサイレンスが切れた時もまた痛いんだよね。呪文なんかないかな。スティンクボン、まあこいつら呪文効かないし攻撃でいいや。エルフ、あそう、回復させようかな、やばいので。自分自身を。そしてムークもサイレンス。フェリーは隠れましょうか。どうしましょうか。お、いいダメージ与えました。でも倒せない。声が出ない。いいね。サイレンス封じたおかげで助かりました。ドワフはサイレンスを。よし。これで3体全部沈黙させたはずです。パワーレベル1なので次のターンで切れちゃう可能性あるけど、ムークがいいね。金切り声出ない出ない。よしよしうまいこと敵の呪文を封じました。ムークが一応念のためにかけたね。サイレンス1体目は聞きづらいね。1体目のジャイアントイルムスがサイレンスがすぐに切れちゃう可能性があるので早めに倒さないと。なかなか正体を表さないね。しょうがないのでこっちも、待ってよ、攻撃でいいかな。どうしようかな。呪文、できるだけ攻撃でいかないとね。呪文は節約してと言いつつアイデンティファイを使ってみたりとか。呪文ブレイズないかな。ブレイズあるんだけど、まあ、いや、打っとこ。フェアリーは呪文使うべきだね。あんまりセーブしててもしょうがないので。よし、マジックミサイル、いいね。1体ぐらい倒せるんじゃない。あれ、倒せない。こいつらもヒットポイント高い。倒せないの。こっち思いっきりダメージ与えてんだけど。よしよし、アイデンティファイを唱えました。正体分かったかな。今この段階では分かってないね、正体ね。ジャイアントウィルム、ジャイアントウィルム戦闘中にアイデンティファイ使って効くんだろうか。あら、ブレイズ効かない。ジャイアントウィルムが
正体ってわけじゃないよね。うん、アイデンティファイって戦闘中に聞かないんだ。今知りました。しょうがないから、どうしよう、隠れる。あ、呪文使いたくないね。攻撃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 で、フェアリーの呪文でなんとか やってちょうだい。おお、アイスボール効かない。よし、1体倒しました。2体倒した。あ、金切り声復活してる。けれども向こうのスタミナも減ってるので、ダメージは少なくて済みました。アポロの攻撃でやっと倒しました。経験値はそこそこもらえるんじゃないかな。モンスターを撃退した。1350ポイントか。大したことないね。レベルも上がんないし、しょうがないので、だいぶダメージ受けちゃったよね。回復、もう一回ぐらい。で、エルフが、あ、パワーレベル2はいらないか。パワーレベル1で回復しよう。当たりなかった。なんだかんだ言って、もう一回、これでまだ完全に回復してないけど、よし、これでいこう。スタミナはまだ余裕がありそうなので、ここにスイッチがあります。探す宝箱を見つけました。